ここはハードオフ三条店だよ。ここはオフハウスとの複合型店舗になっているぜ。三条店とは別に燕三条店も近くにあるんだよ。それじゃあ店内に入るよ。それじゃあジャンクコーナーを見ていくよ。それじゃあジャンクパソコンを見ていくぜ。ここにかっこいいサーバーがあるね。値段は5500円もするね。動くかわからないようなものが5500円もするね。スペックもわからないようなパソコンが5500円もするぜ。隣のやつは抜け殻だね。これは大きなケースだね。この辺りは抜け殻か不動品のようだね。メーカー製 PC があったぜ。これは6600円もするね。第2世代のセレロンだね。ラムがたったの 2GB しかついてないね。隣のやつはもっとしょぼいのに7700円もするぜ。これは Windows 7がリカバリ済みだから高いんじゃない？ OS が入っていてもこんな値段じゃ誰もいらないよね。これは2200円だね。未チェックの DVD ドライブがついているぜ。このケースは割と新しい世代なんだね。第6世代もシールが貼ってあるね。これはなんと1万6500円もするね。これは立派なゲーミング PC だぜ。コア i7 にグラボを積んでいて快適にゲームができるね。 Windows 7のインストールディスクまでついているよ。ラムも大容量の 8GB だぜ。果たしてこれを買っていく人はいるのかな？知らない人がお買い得だと思って買っていくんじゃない？このあたりはまたケースばかりだね。見た目だけが立派なケースが並んでいるぜ。こっちにメーカー製 PC があるね。これは6600円もするね。電源ボタン反応しません。しかし OS が入っているぜ。電源を入れるたびにケースを開けないといけないんだね。面倒が臭いパソコンだね。これは2200円だね。これはペンティアム4くらいの性能じゃないのか？この当時で 1GB ってかなりの大容量だね。隣のやつも2200円だね。512MB のラムが2枚ついているね。隣のやつよりも低スペックだぜ。ここまで古いとスペックはもう関係なさそうだね。こっちにはノートパソコンがあるね。これは3850円もするね。下のやつはなんと1万3200円もするぜ。これが1万3200円じゃ誰もいらないよね。パソコンも展示しておきたいんじゃないの？これなんて2万2000円もするね。同じ世代の Core i5 並みの値段だぜ。Windows 11を入れて価値を上げているんじゃない？これは4400円もするね。これは AC アダプターがついているね。奥のやつは3万3000円もするぜ。さすがに第6世代 Core i5 だと高いね。これを買ったら速度の遅さに発狂するんじゃない？こんなはずじゃなかったって後悔しちゃうかもね。それじゃあ今度は青箱を見ていくぜ。ここにラジオがあるよ。家の中じゃあノイズだらけのラジオがあるね。値段は550円だね。値札がくたびれているぜ。もう何年もここにあるんだね。ヘッドフォンやカセットがくちゃくちゃに入っているね。ここの青箱は乱雑だね。なんだあいつは。何やら不審者が座っているよ。何かを考え込んでいる夜だね。背中に値札が貼ってあるね。値段は1100円もするぜ。誰にも買ってもらえなくてずっとここで考え込んでいるんだね。この人はすっぽんぽんでパンツも履いてないね。この人はとってもいやらしいね。いやらしいから誰からも買ってもらえないんじゃないのか？あと何年ここに座っているのかな？こっちにはマウスがあるね。ジャンクのマウスはなんと330円もするね。PS2 キーボードはなんと880円もするぜ。これじゃあ誰も買わないよね。こっちには USB キーボードがあるね。USB のキーボードは330円だね。PS2 が骨董品になっているぜ。こっちには光学ドライブがあるね。値段はなんとびっくり550円もするね。こっちにはハードディスクがあるよ。250GB で550円もするぜ。何か書いてあるけど読めないね。こっちは 160GB で550円もするよ。ジャンクでこの値段じゃみんないらないよね。今度はゲームを見ていくぜ。ゲームやりたいね。初代プレステが青箱に大量に入っているよ。動作状況が書いてなくて330円だね。
動作しましたと書いてあるやつが550円だぜ。これは書いてあるだけ親切だね。箱の中はプレステだらけだね。これだけ捨てる人が多いってことだね。こっちにはスーパーファミコンがあるぜ。かわいいシールが貼ってあるね。値札に NT って書いてあるね。書いてあるだけ親切だよね。何も書いてないと買っては捨てるの無限ループになるぜ。ここにセルフクリーニングコーナーがあるよ。自分で綺麗にすることができるんだね。こっちはセルフ電源チェックだよ。ケーブル類もしっかりと用意されているぜ。パソコンの電源チェックが手軽にできるね。ジャンクの青箱からケーブルを拝借しなくても済むようになっているね。それじゃあ今度は中古品を見ていくよ。値札が重なっていて見にくいぜ。これは2万2000円もするね。第7世代コア i3 に Windows 11が入っているね。これは1万6500円だね。皮肉なことにさっきのやつよりもこっちの方が CPU 性能は上なんだぜ。それでも第7世代の方がグレードアップの余地があるね。これは8800円だね。これはモバイル用の CPU が使われているね。4コア4スレッドだけど遅いんだぜ。昔は最高峰の CPU だったのにね。新しい CPU が出るからしょぼくなっちゃったね。このパソコンはデル製だね。このパソコンは棚からはみ出しているぜ。誰かが引っ張ったんじゃないの？引っ張ればデルに決まっているよ。これは1万1000円もするね。これもペンティアムだぜ。第6世代 CPU のペンティアムだよ。これは2コア2スレッドだけどさっきのやつより早いね。このあたりは値札が重なっていて見にくいね。これはなんと1万1000円もするぜ。これを買っていく人が本当にいるのかな？知らない人がお買い得だと思って買っていくんじゃない？これは2万2000円もするね。珍しく Windows 8のリカバリディスクがついているぜ。珍しく RAM が 16GB もついているね。この手のパソコンは大抵は 4GB か 8GB くらいだね。これは1万1000円だね。VGA とディスプレイポートに注意が必要だぜ。HDMI はついてないんだよ。DVI もついてないね。これは1万6500円もするね。ジャンクコーナーにあった古びたゲーミング PC と同じ値段だぜ。第2世代コア i7 と性能は大差ないんだよ。こっちにはノートパソコンがあるよ。ノートパソコンの上にノートパソコンがあるぜ。これは8万2500円もするね。これは年式の割にはすごく遅いんだよ。これは第7世代 CPU だよ。これを買ったらまたここに捨てに来ることになるぜ。尻に敷かれているやつは2万2000円だね。ノートパソコンが積み重なっているところがまるでジャンクコーナーみたいだね。売れないから場所がないんじゃない？みんなノートパソコンが2段になっているぜ。これは1万9800円だね。第4世代コア i5 の低電圧版だね。性能はコア i54690 の半分以下なんだよ。上のやつは4万9500円だぜ。年式が古いものの上に新しいものが置いてあるね。年式が新しくても遅いことには変わりないけどね。これはなんと9万9000円もするね。第8世代コア i7 の低電圧版じゃないか。この値段なら第9世代あたりのゲーミングノートが買えちゃうね。この下のやつは2万7500円だね。これは Windows 11が入っているね。売れないから Windows 11にアップグレードしちゃったんじゃないのか？ Windows 10のサポートが終了する頃にもここに並んでいるんじゃない？これは3万8500円だね。第6世代コア i5 の低電圧版だね。さっきからみんなオフモールでも販売しているぜ。そういえばみんなオフモール掲載商品になっているね。売れないからじゃあないの？それじゃあ今度は PC パーツを見ていくよ。ハードディスクが大量に並んでいるぜ。箱付きのハードディスクもあるね。ジャンクと違って綺麗に並んでいるね。 500GB で1650円だね。今時 500GB なんて買う人はいるのかよ。誰も買わないからこんなにあるんじゃない？こっちには光学ドライブがあるね。ネジがついていたりなかったりするね。上には CPU があるぜ。第4世代のペンティアムが2200円だよ。
これはマザーボードのテストに役に立つね。さすがにこれで自作 PC は組まないよね。隣には LGA1155 のセレロンがあるぜ。これは2750円だね。こっちの方が性能が低いのにおかしいね。こっちには VGA ケーブルがあるよ。値段はなんと330円だぜ。ジャンクコーナーにも VGA ケーブルあったよね。ジャンクの青箱にも VGA があるよ。黄色いゴムだから330円だよ。保証なしのジャンクと同価格だぜ。それじゃあ次はツバメ三条店に行こうか。三条店はとんでもない三条だったね。ツバメ三条店にはいいものがあるかな。ハードオフツバメ三条店に着いたぜ。驚くことに道路を隔てた向こうがオフハウスだよ。結構広い道路の向こうにあるんだよ。しかも信号もないんだよ。それじゃあ店内に入るぜ。それじゃあジャンクコーナーを見ていくよ。ツバメ三条店にはいいものがあるかな。単なる三条店は第三条だったね。ツバメ三条店も第三条の予感がするぜ。デスクトップパソコンはろくなものがないね。抜け殻ばかりだね。ノートパソコンも少ししかないね。これは1万3200円だぜ。手書きでペンティアム B940 って書いてあるね。Windows 7のリカバリディスクが付いているから高いんじゃない？ノートパソコンの上に他の商品が載っているね。これは8800円もするぜ。これは第一世代 Core i5 の半分くらいの性能だよ。売れないから他のものがどんどん載せられているんだね。こっちには一体型 PC があるね。これは5500円だぜ。一体型をデスクトップ PC って書いてあるね。四角いデスクトップが1台もないからじゃあないの？これは3300円だね。液晶ペンタブレット？スペックが書いてないからわからないね。この値段じゃあスペックは全く期待できないね。これは7700円だね。地デジは Windows 7にドライバーを入れれば使えそうだぜ。中古でも地デジ機能が使えないものばかりだもんね。これは2200円だね。これは立派なスピーカーが使われているぜ。コア2世代のセレロンだね。古い一体型はスピーカーが立派だね。これは1650円だね。ペンティアム 4に1TB のハードディスクが不釣り合いだぜ。この世代だと数十 GB が一般的だったもんね。このパソコンのスピーカーが立派だね。それじゃあ今度は青箱を見ていくよ。ここもはゴムの色で値段が分けられているぜ。ピンクのゴムは110円だね。 VGA のケーブルは緑だから330円もするね。110円のやつもあるよ。こっちは DVI ケーブルがたくさんあるぜ。みんなピンクだから110円だね。隣の箱はキーボードがあるね。このキーボードは110円だね。単なる三条店のキーボードよりも安いぜ。単なる三条店は PS2 キーボードが高かったね。ツバメ三条店なら110円で買えるね。こっちには真空管があるね。1本330円だぜ。未使用だったり使用済みのものが入り混じっているね。ジャンクだから保証がないね。同じ330円なら箱に入っているやつが先になくなりそうだね。それじゃあ今度はゲームを見ていくぜ。ゲームやりたいね。初代プレステがたくさんあるね。単なる三条店は青箱に入っていたけど、ツバメ三条店は棚に積んであるね。単なる三条店は550円のやつに動作しましたと書いてあったぜ。これは330円だけど動作しましたって書いてあるね。それじゃあ単なる三条店よりもお買い得だね。これも330円だけど NG だね。同じ330円なのにとんでもない違いだぜ。こっちにはスーパーファミコンがあるね。値段はなんと1100円もするね。動くかどうかわからないのに1100円もするね。書かれている芸術的な絵画に価値を見出しているんじゃないのか。これはどこかの女の子が描いたのかな。小学生の女の子が描いたのかな。スーパーファミコンのカセットは110円だよ。スーパードンキーコングが110円だぜ。こっちには Wii があるね。ケーブル類が付属しているね。動作はするのかな。こいつは何か書いてあるぜ。ヨロヨロな文字で遊べましたって書いてあるね。こっちには箱付きのスーパーファミコンがあるね。値段は4400円もするね。
調査品の箱付きがジャンクだぜ。中古品にしないのは保証をつけたくないからかな。こっちにはパソコンゲームがあるね。値段は3850円もするね。これは珍しい PC88 用のソフトだぜ。これは面白そうなゲームだね。面白そうだけどフロッピーがカビているかもしれないね。7枚組の1枚でもカビていたらそこでゲームが止まっちゃうね。それじゃあ今度は中古品を見ていくぜ。中古パソコンを見ていくよ。ここにデスクトップが1台あるね。これはなんと12万1000円もするね。第9世代コア i7 に RTX2070 スーパーがついているぜ。RTX2070 スーパーのスーパーはどういう意味なのかな？スーパーマーケットのことじゃないの？こっちは93,500円だね。これは第10世代コア i5 に GTX1650 スーパーがついているぜ。年式はこっちの方が新しいね。隣のやつは8800円だね。3.7GHz なんてさっきの2台よりもクロックが高いんだね。しかしシングル性能でもボロ負けなんじゃないのか？これは66,000円だね。これは第7世代コア i7 だよ。これは U モデルじゃないから快適だね。隣のやつは33,000円だぜ。これは SSD がついてないから重たそうだね。SSD に換装すればある程度は動くんじゃない？これは88,000円だね。第8世代コア i5 に GTX1050Ti がついているぜ。ノートパソコンにブラボがついていると高級感が漂ってくるね。それじゃあ今度は中古のゲームを見ていくよ。ゲームやりたいね。中古のゲーム機なんて見飽きたから割愛するぜ。ここにパソコンゲームがたくさんあるね。レアなソフトもあるんじゃない？ここに PC98 用のソフトもあるよ。値段は3300円だぜ。フロッピーのゲームなんだよ。隣のやつもフロッピーのゲームだよ。値段は2200円だね。隣のやつは3300円だぜ。やっぱりパソコンゲームって値段が高いね。ゲーム機と違って数が少ないからじゃないの？こっちにはダイソーのゲームがあるね。値段はなんと550円もするぜ。大抵はジャンクで110円なのにね。もう売ってないから骨董価値があるんじゃない？ぷよぷよさんが6600円もするね。これは Windows95 のソフトだぜ。同じぷよぷよでもプレステのソフトなら110円でゴロゴロしているね。ぷよぷよフィーバーは1100円だね。これはなんと2万7500円もするね。元の値段は1980円だぜ。これも骨董価値があるから高いんだね。SSD やラムが一緒に置いてあるね。単なる三条店とツバメ三条店はよく似ているね。どちらもものすごい三条だったぜ。ジャンクパソコンがひどい三条だったね。中古パソコンだってひどい三条だったよ。ここでタダでゲームができるね。互換機が使われているぜ。ゲームがやりたい時はここに来るといいね。それじゃあ今度は次回の予告だよ。それじゃあ次は新潟松崎店に行くよ。ここもオフハウスとの複合型店舗になっているぜ。ここで面白いパソコンを見つけたんだよ。PC9801VM があったよ。1万1000円のところがレジで半額なんだよ。これは扱いが厄介だから買わなかったんだぜ。これは買わなかったけど他に面白いものを買ったよ。真夏だというのに石油ファンヒーターが売っているね。これは冬になると値上がりするのかな？ハードオフのことだから値段は変えないんじゃないのか？麦わら帽子は冬に買えという格言はハードオフには当てはまらないね。今回はハードオフ三条店とツバメ三条店に行ってきたよ。ここでは何も買ってこなかったぜ。全然買うものがなかったんだよ。単なる三条店もツバメ三条店もジャンクパソコンがしょぼかったね。何年もずっとここに居座ることになりそうだね。いつの日にかきっと優しい人が買っていくぜ。そうだね、知らない人がきっと買っていくよね。それじゃあハードオフ三条店とツバメ三条店のお話はおしまいだよ。